シャワー。シャワー。シャワーとは、水などを幅広く巻く、また体に浴びるために、この幅広く、水をまくための器具、シャワーヘッド、ハス口を使用して噴出させ、硬化させるもの、及びこれらを組み込んだ装置を利用する行為である。シャワーは、構造として、パスカルの原理に基づいて、容器に開けられた複数の、同じ大きさの穴から、同じ圧力がかけられた流体が、 同程度の量に分散されて噴出するように機能する装置である。よほど極端な容器の形状を除けば、流体は、おののの穴から、同程度の勢いで噴出する。日本では、シャワーというと主に水や、湯などを出すものとして、風呂などで使われる体を清潔にするための設備を、さすが、台所などで食器を洗浄する際に、 水道の蛇口に取り付ける器具でもシャワーの機能を有するものを指して、シャワーノズルないし、シャワーヘッドなどという。人間が体を洗うためのものでは、浴室、バスルームの中の位置設備として設置されるほか、シャワー設備専用の部屋シャワールーム、シャワーブース、シャワーボックス等が設けられる場合もある。また食器洗い機や、シャワートイレなど、洗浄機能が取り付けられた機器にも、 こういったシャワーは組み込まれている。こういった構造が利用されるのは、主に以下の理由による。こと節水の効果では、独身の場合において一人だけが、浴槽に湯を溜めて入浴するよりも、シャワーを使って、体の表面を洗う方が、節水効果は、高い、浴槽換算で約半分。やや目詰まりしやすいものの、ノズルの穴をさらに細くして霧状の湯を出したり、円周状に、 ノズルの穴を配置した節水シャワーでは、さらにこの節水効果は高い。ただし家族が複数いる家庭では、そのおのおのがシャワーを使うと、逆に大量の水を必要とする。このほか、不可価値的に機能性を重視した入浴用シャワーでは、水の流れに変化をつけ、マッサージの機能を付与した製品も見られる。シャワーは、流水の量や温度を調節する便器工部、自由に曲がる。 ホース部、ヘッド部が天井や壁に固定されるためホースがないものもある。手に持ちあるいは壁に固定されて散水を行うヘッド部にじなり立つ。浴室などで一般に使われるシャワーでは湯と水を適温に調和する便器工が必要となる。従来は湯の流量、水の流量をそれぞれ調整するハンドルを備えたに、ハンドル式が主であったが、急騰の温度変化に追従できず、 操作が煩雑といった欠点もあり、現在ではサーモスタットを備えたサーモスタット式混合水栓が主流となっている。また、口術する緊急シャワーではハンドルを掴んだり視認することもできない場合があることから、大型のレバーを体や足で押したり、大きな釣り臨場の金物を引き下げるだけで弁が開く、物盛る。パブリック向けの浴場施設では節水のため、 ボタンを押すと一定量の湯が出た後自動的に止水する自閉式水栓を採用することもある。エアシャワーではエアシャワー室の出入り口を分け、片方が汚染室またはクリーンルーム人が入室して出入り口が同時に閉まってから一定時間空気を送った後に出口を開くような制御が行われる。主に体を洗浄することを目的として、 体を洗う場所である浴室やシャワー室などに設置される。稀であるが、介護に特化した設計の住宅や特別支援学校、養護学校、福祉施設、老人ホームなどにおいては、排泄する場所である便所やその付近に設置されることもある。この場合、排泄時の出勤した時の洗浄に利用され、シャワーブース、またはシャワーカーテンや壁などで仕切られて設置されている。 また、付帯設備として、洗濯機、湯沸かし機、オストメート、人工肛門用の流し台が設置されていることもある。また、湯ではなく、水を出すものは、施設や設備を洗浄するための機器として設置され、セントラルキッチンや、土地区場では、食品を扱う設備を常に、衛生的な状態に保つために利用される。化学薬品を扱う施設では、 有害な薬品を浴びるような事故が起こった際に直ちに体を洗い流せるよう専用の室を設けず工場や研究室の中に設置されることもある。このような設備は緊急シャワーと呼ばれる。危険で有害な微生物内視化学物質を扱う、あるいは放射性物質の粉末が出る場では防護服、溶圧式化学防護服や放射線防護服など、 の表面に付着したこれら危険物を洗い流すために、シャワーの設備が設けられる。特に危険度の高い施設では、外部に、これらが漏れ出さないよう、上方向からだけではなく、左右から噴射される。クリーンルームでは、水ではなく空気が吹き出すエアシャワーが設置されている。これは、クリーンルーム内に体表面や着衣に付着したホコリを持ち込まないようにするためのものであり、 上の除染とは中と外の関係が逆ではあるが、出入り口でこれを浴びることが義務付けられているのは一緒である。また、上からだけではなく横方向からも圧縮空気が噴出する。シャワーは16世紀のヨーロッパの浴場に初めて登場した。ラドーシャと呼ばれるその施設について1581年にモンテーニュが記録を残している。19世紀に 公共浴場が復活するとともに、シャワーも設置された。1873年頃、フツルーアンの刑務所の下界、フランソワメリー・デラボーストが、囚人用に開発したものが、現代のシャワーの始まりで、時間と費用を節約するのが目的だった。初期のシャワーはパイプに等間隔に穴を開けたもので、シャワーヘッドが発明されたのは1920年代のことである。 1988年には朝早く起きて、シャンプーをしてから、通勤、通学する朝シャンが若い女性に流行した。このためシャンプーが手軽に短時間でできるような、ハンディシャワーという商品が発売入れた。雑誌の広告欄には、服を着たままシャンプーができるというキャッチコピーを掲げ、セーラー服姿の女子高生がシャワーを持って、微笑んでいる写真が掲載されていた。 楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。